ズン4シーズン4シーズン4ってことで皆さん今回ねフォータイトシーズン4新しく出たということで初見プレイやっていきたいと思います。まあ僕がこのシーズンでね唯一起こること知ってるのはねマーブルなんですよ。まあそれだけ全く知らないんで僕。まあ皆さんこの動画がもし面白ければぜひチャンネル登録、高評価、あとクリアサポートね、アイテムショップのミュージシャンから順を追ってよろしくお願いします。バトルパス買うときとかねよろしくね。おーかっけお、来た。え、マリアマンだよ。いやーしょぼ抵抗もしなかったし今の人おお。あ、そうがみんなを呼んだのか。なるほど。ダーン、かっこよ。いや、戦うなよ、戦うなよ。ピーディー、うん、今の人ブッサイクだな。ま、今シーズンね、まだ一回も遊んでないし、何が起こるのか全く分かんないけど、やっていきましょうか。ちょっと待ってね。マップにはさすマップには何も追加されてんだよな。マップには何も、オーマイゴー、なんでなんか飛行機いっぱい飛んでんだけど。よし、さてやっぱり僕はミスティに行こっかな。デレーン、うん、いやかっこよっ何これ。いやーなんかハンマーに引っ張られてるんだけど。バランタンタンタン、ハンマーよこっちだぞ。右に行って、はい、こっちも左に行って、はい、また右に行って、左に行って引っ張るハンマーすごすぎるだろ。よし、敵は来てない。 What? まあいいや。ん、え、お、ちょっと待って、僕超混乱してるんだけど、まあサプレイだからね、仕方ないよ。あー、オッケーオッケー、なんかチェストがゲームから消されたのかと思ったよ一瞬。おー、オッケーオッケー、うん、あ、敵だ。いや、よーい、はい、そして、あ、どうもこんにちは。え、の、う、いやいやいや、ちょっと戦いましょう。ヒヒヒヒ、1キル目。あ、え、でポンプ帰ってきてんじゃん。帰ってきてる。オーマイゴー、やった。ポンプが帰ってきたのはちょっと、お、ブギーポムもある。ちょっと待って、なんか新しい金アイテムでなんかヒーローのパワーが使えるようなアイテムがあるらしいんですけど、それをどこで手に入れるのかがまだわからないんですよ僕。なにこれ、え、金たくて。でも OK、 うん、結構いいじゃん。うん、うん、あー、ミニポーション、うん、仕方ない。まあ多分スーパーヒーローのアイテムとかはね、試合で生き残ればいつか手に入るから、いつか手に入るから。あー、どうしよう、チャージよりちょっとポンプ使いたいんだよな僕、久しぶりに。そう、秘宝、初プレイでねフォートナイトがクラッシュしました。オーマイ、なんでここでクラッシュして、僕魚をきれいに見てたのにここでクラッシュすんの、それはちょっとひどいと思います。 What? ちょっと待って、僕さっき遊んだ時こんな、え、あった、え、僕目が節穴かもしんない行ってみます皆さん。 Oh my、 ここに絶対何かいっぱいあるだろう見落とした僕が本当不思議。ハロー、ああ、やっぱ壊せないのか。ああ、神だもんなこれは。ああ、お疲れさんです、お疲れさんです。いや、僕は優しいものですよ。やっ、オーマイ、おー、なるほどね、なるほど、よーくわかりました。この飛行機ね、最初出るじゃないですか。ちょっと離れときます。いや、ちょっと待って、オッケー、ナイス。はっ、はっ、はっ、来た、これ何、いや、必要ないんですけど、これまだ待って、一旦逃げる。やばい、こんなとこにヘンチマンがいるとは聞いてねえぞ。オッケー、少しずつ理解してきた。あのバトルバス飛ぶときに最初ね、飛行機がめっちゃどっか変なとこ飛ぶんですよ。で、その飛行機が降りる場所に行くと、こういうアイテムがもらえるらしいね。でも僕ちょっとまだめちゃくちゃコンフュージョンなんだけどさ、これ、何ができんの？ちょっと待ってね。
それだけ？それだけではないよね。絶対それだけではないと思う。じゃあちょっとね、これを手に入れたあそこ、あそこ、あそこ、なんなの？あそこめちゃくちゃ、何があるのか気になるんだけど、え？仲間？あ、違う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 。ミスターヘンチマンですね。わかんねえんだけど、あの青い煙なにまず。あ、なにこれ？なにこれ？なにこれ？はい、新武器ですね。はい、ありがとうございます。え、これは？あ、なんだ。あ、アサルトライフル。青い煙は何だったの？青い煙は何でもないの？これ壊せる？壊せる。全部壊してみよう、全部壊してみよう。ここに、宇宙船があった痕跡はないですよ、皆さん。てかゾーンがめっちゃ遠いんだけど、早く行かないと。やばいやばい。この武器何なの？あのヘンチマンたち。待って、撃ってみるよ。おお、ビームレーザー、ビームレーザー、デオン、オッケー。移動は心配無用ですよ、皆さん。これを使って、はっ、ほー、あれあれ、あま問わないっていうね。ああ、目の前に敵がいるよ。じゃあ行きます。このレーザーガンを使う時が来たようですね、皆さん。あ、ここにいるぞ。ほら、イエーイ、ジジジジジジジ、ゾーンが来ちゃったけど、やばいですね。この新しい金のなんか飛ぶやつ、これ高い位置からさ、こうやってやって、こうやってやったらいけるのかな。あ、いける、ナイスナイスナイス。ふう、そして相変わらずなんかこいつのポーズがめちゃくちゃかっこいいっていうね。カモン、死ぬな。せっかくこのアイテム手に入れたから死にたくない。30、まあ間に合うだろう。ここで1回使って、はい、でゾーンの方向に飛んでいけば、生き残りました、生き残りました。あっちでなんかタク、タクシー、タクシー、タクシー、わー、無視された、悲しい。回復タイム、回復タイムです、皆さん。 OK でね、なんかマップに大きい変わりはないんだけど、ところどころにね、いろんなもの追加されてるんですよ。あそこになんかロボットの死体がいっぱいあるし、ここにはなんか落ちた跡があるしね、わかる？で、これもなんか変なものがあるんだよ、ここに。スターク、アイアンマンのもんじゃん、これ。え？なにこれ？壊せない。あー、嘘つけ！ファイヤートラップかい！なんか変な器具かと思ったら。おいよ！おいよ！おいよ、どこですか？あっちから撃たれたんだけど。で、このなんか金のメダル、他にも多分あるんだよ。なんか飛行機5個ぐらいあったじゃん。他のやつが欲しい。これなんか飛ぶだけだけど、他のやつ何かを撃ったりあるでしょ、絶対に。他のやつも欲しいな。はい、終わりましたかな、これは。やばいですね。おお、この武器強っ。おー、やばいよ。こんなことされちゃ困る、こんなことされちゃ困る。めっちゃ好きだわ、この武器。あ、危な危な危な、死ぬとこあった、死ぬとこあった。今死んでたら僕部屋出てったからね。あー、怖、待って、この武器ほんと好きなんだけど、ヘッドショットの72とか強いとか強すぎだろ。これ何なの？壊せもしないし、何もなんかレーザーとか出てないし、何なのか分かんないんだよね。よし、レーザーガンの強さを知るがいい。おー、そっちも強いですね。はい、参りました参りました。ふぅ、いやー、僕だけがレーザーガン持ってるわけではないんだね。お、戦ってんじゃん。待って、行ってみますよ、行ってみます。一回これで OK、 ソーのハンマーじゃなくて何か分かんない。 OK、 家の中潜入成功、家の中潜入成功です。こうか。 OK、 行きます。くそ、あ、ヤンドカオラ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 、おー、すさまみやがれ、タコマンポリポリ。あ、待って、回復がないのがほんとつらい、回復ないのがほんとマジでつらい。1対1、待って、このチェストの中に回復があってくれ。イエス、使えるね、使えるね。待って、ゾーン来るなよ、ゾーン来るなよ、ゾーン来るなよ。OK、1対1です、あそこだな。なんかトラップをいっぱい置いてますね。僕ね、体力が100しかないから無茶なことはしたくないんだよね。やばい、
やばいよ、やばいよ。一旦逃げます、僕は。勝つ方法は、僕はブギーボムしかないと思います。ブギーボムで。ブギーボムで勝ってたら皆さん絶対にチャンネル登録よろしくね。待って待って。僕、ショットガン一発でも死ぬし、AR2 発ぐらいでも死ぬから、本当に、僕、ブギーボムを前に投げたいんだよ。多分、上にイモールな、あいつ多分。素材も多分いっぱいあるし。ノー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 ウォー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 。まあ、いろんな、スーパーヒーローの技があるというわけですね。オッケー、じゃあね、皆さん、今回もね、見てると本当にありがとうございました。今回ね、ヒーローの技全部は使ってないんですけど、一つ使って結構面白いと思う。他のヒーローの技とかどんどん使ってってね、遊んでみたいと思います。それでは、またね、次の動画でまたお会いしましょう。3、2、1、アディオス。